や。今日はゴンゲンコで、ゴンゲンコの松屋にいて、豚汁とご飯ができました。すげえ太陽が、フロントだけ朝ちょこっと洗ったんで、まあそこそこ虫はついてるけど、まあまあまあです。はい、ただいまゴンゲンコの、松屋で、今日も松屋のご飯、通盛りご飯と、豚汁を買ってきました。はい、こんな感じで今用意してます。ケンちゃんの、はい、もしもし。お疲れ様です。お疲れ様、どうも。はい、ということで、ご飯と豚汁とサラダ完成しました。いただきます。まあ、サラダから。ソースサラダ、うまかったです。うわ、すごい。やっぱまずいや。まずいや、結構やっぱり着物種が、やっぱすごいな。なんだろう、その間のやっぱほっかほっか系の味噌汁が、あれ相当俺の好みらしく、まあ、松屋の豚汁が、ちょっと、コテコテに感じてきました。前もうちょっと、もう少しなんか食べやすかった感じもするけど、こんなにコテコテだったかな。ちょっともう俺が変わったのか。今日の納豆、小さな下煮た、ちょっと高級です。こいつ国産の丸大豆、国産納豆菌しか入ってません。これ300円ぐらい、なんか1個100円ぐらいです。昭和38年創業当初より納豆、納豆と早朝引き売られていた頃の納豆そのものです。タレ、からしは、からしがついてないと、からしを持っていくの忘れました。あったかな。和がらし10月2日までと書いてある。
だから結構量があります。こいつに揚げてからの、値段が倍すると。そろそろ90分になります。納豆の休憩しませんか。なんか感じが全然違います。うまっ。やばい、これからこれが一番今までで美味しいです。違う感じがする、うん、松屋も値段が10円上がりました。豚汁が200円190円だった気がするけど210円に豚汁がなってました。これからはもう吉野家の豚汁はがいいかなと。好きやもん。夏は一番良かったはずだったんだけど、ちょっとコテコテすぎちゃって。味がちょっと獣臭さがちょっと強いんで、今後いやじゃなくて松屋は味噌汁になるかもしれません。今日も本当はご飯持ってきたんだけど、米を炊くまでに至らないというか、ここまでの気持ちというか元気というか、元気なんだけど、休むことが精一杯で、休んだり動画作ったりすることが精一杯で、米を炊こうという気まで、どうも持っていけないです。納豆がうまい。ということで豚汁は微妙になりました。けど
納豆は最高に美味しいです。ということで本日は権現湖の、松屋でご飯、ライス、それからこの下仁田の小さな下仁田の納豆、これすげえうまかったです。これ食べちゃったらちょっと他のが微妙になっちゃう感じ。やっぱちょっといいやつはちょっと違うんだなと感じました。うまかったです。感じで、またどっかで美味しく納豆を食べたいと思います。はい、そんな感じで、今5時40分、あと5時間ぐらい待ちたいと思います。ではそんな感じで。